夏休みも残りり週間となりましたねあのこの時期にねどうしても伝えたいことがありましてあのー、ここまでね4週間夏休みね頑張れてうまくいってるって方もいると思うんです2週間に油断しないようにしてくださいあのー、このね2週間がぐだると夏休み全部の印象が良くなかったって上書きされちゃうんですよあのね終わりよければ全てよしってなかなかね 難しいんですけど終わり悪ければ全て終わるしみたいなのは高確率で起きますそうだから残り2週間油断せずにね駆け抜けてくださいで逆にここまであまりうまくいかなかった方あのー、今言ったみたいにね終わりよければ全てよしっていうのはなかなか発動しないとは思うんですでもうちらの目標は別に夏休みを頑張り抜くことじゃないですよねその先のはず定期テストで得点上げるとか 例えば部活やってる子はそこでレギュラー取るとか受験合格するとかその先でしょつまり9月以降いいスタートを切るための夏なのだからそのために2週間頑張れば9月以降いいスタートは切れるよ夏休み前半グラッた印象は消えないかもしれないけどでも絶対違うだからさ残り2週間俺も頑張ってっからこのウォーキング終わった後生放送またやってるからあのいい印象で終わろう 週間頑張ってねっていうのを伝えたくて今回ここでね撮らせてもらいましたよしじゃあ帰ってシャワー浴びて生放送頑張りますそれじゃあまたあとでお会いしましょう頑張ろうな <laughs>